バルトークベーラ作曲の無伴奏バイオリンソナタ SZ117BB124 は1944年に作曲された無伴奏バイオリンのための曲である。この曲は初演者メニューインの移植によって書かれ、彼に検定されている。二人の交友は1943年の秋、バルトークのバイオリンソナタ第一番を演奏会で取り上げることにしたメニューインが 作曲者時期時期のアドバイスをもらうべく、バルトークの元を訪れたことから始まった。当時白血病による闘病生活を送っていたものの、メニューインの訪問に喜んだバルトークは、同年11月に行われた演奏会にも足を運んだ。ここで自身のバイオリンソナタ第1番と JS バッハの無伴奏バイオリンソナタ第3番を取り上げたメニューインの演奏をバルトークは、 後日友人宛ての手紙で激唱している。その後、メニューインからの無伴奏バイオリンのための作品を書いてもらえないかとの依頼を受けたバルトークは、還元楽のための競争曲の作曲をきっかけに創作意欲を復活させていたことから開学。1943年の末から翌年の3月まで周囲が彼の健康を考えて展示させていたノースカロライナ州アッシュビルで、 バッハのソナタを思わせるようなこの作品を書き上げた。作曲期間については、わずか数週間と作曲者自身が述べている。初演に列席したバルトークは、ブダペスト時代に、ピアノの生徒だったアメリカ在住の友人、W. クリーール夫人に、同年12月17日付の手紙で、こう報告している。新作がもう一つ、メニューインのために、アシュビルで書いた、 無伴奏バイオリンのためのソナタがあります。彼は11月26日にニューヨークでの演奏会で演奏しましたが、これ以上期待するものは何もないほど素晴らしいものでした。4楽章制で少なくとも演奏時間が20分かかり、20分を超える独奏曲が長すぎるんじゃないかと危惧していたのですが、全く問題ありませんでした。少なくとも私にとってはね、 楽譜はバルトークから少なくとも2年間の独占演奏権を与えられ、出版に際しては、楽譜の工程はあなたにお任せすると全権を委任されていたメニューインの工程により、1947年にブージーホークス社から出版されている。アメリカ移住後のバルトークの作品について、それまでよりも大衆受けする方向へ変化したという評がよく見られるが、この作品は、 それとは、対照的に非常に緊張感の高い曲である。また、大位法を積極的に自作に取り入れていたバルトークには、JS バッハと同様にこの手の作品は、うってつけの作曲家だったとの指摘も見られる。また、第一楽章には、メトロノーム指示はあるものの発想記号がなく、シャコンヌのテンポでというタイトルが与えられていることや、楽章の配置や構成などが、 J.S. バッハの無伴奏バイオリンソナタ第一番によく似ている。なおバルトークはヨーロッパ時代に若い頃の私にはバッハとモーツァルトは美の理想ではなくむしろベートーベンがそうだったと回想している。そのバルトークがなぜはっきりとバッハへのオマージュを感じさせる作品として仕上げたのかは分かっていない。ピアニストであったバルトークだが民謡最終活動の中で ハンガリー農民やジプシーの奏でるバイオリンに触れ、さらにヨゼフ・シュゲティラ多くのバイオリニストの知域がいたことからバイオリンの演奏テクニックにはかなり詳しかった。そのためこの曲も様々な技巧が盛り込まれており、かなりの難曲として知られているが、現在のバージョンでも第四楽章などには、初行ではあまりにも難しい部分についてメニューインのリクエストでバルトークが書き換えた部分も、 少なくない。なお現在の出版譜では、その書き換えられた部分について、バルトークが初行で書いていたバージョンの楽譜も添えられている。全体は緩急緩急の4楽章で構成される。テンポ D 着工な風が、リゾルート、ノントロッポビーボメロディーア,アダージョプレスト。ありがとうございます。